こんにちは。さあ、はい、豊さん、トレード期間まであともう3週間切ったぐらいですね。トレード好きだな、はい、結構な誰が動くんだろうみたいな。いや、そうなんですよ。サプライズだよね。サプライズだし、やっぱりその埋もれている選手が新天地で活躍しているのを見ると嬉しいっていうのもあるんですよ。よかったなって思うよな。そうなんですよ。まあ、宇佐美が打ったりとかな。そうなんです。源氏がプロ入り初ホームラン、はい、打ってなかったんだみたいな思っちゃったけど、はい、まあ、山本がねピンチを迎えながら抑えるとかさ、はい、いい方向に行ってるよね。そうですよね。トレードがね、まあ、そんな中でここまで積極的な6球団、そして不気味な6球団というところで、まあ、積極的に、はい、動かなかったら不気味になっちゃうんで、ね、まだ何かあるんじゃないかってだ不気味になっちゃう。積極的な6球団というのは日本ハムだったり巨人、それから中日、あと、まあ、オリックスとロッテも動きました、はい、ソフトバンクで、ここまで生還しているのがヤクルト、 DeNA、 阪神、広島、西武、楽天の6球団、ちょうど半分なんですよ。まあそうだね、はい、なので残り3週間弱でワンチャンあるでしょう。トレードいきましょう、第4弾、うん、そうだな、はい、ヤクルトと西武は、はい、多分しないと思うよ。え、怪我人いるし、はい、そこを補おうと思ったらそれなりのリスクを伴った選手出さなきゃいけないし、はい、多分ですね、選手的にちょっと余裕がないよ今年は。出す余裕がないっていうことですか。ヤクルトは結構優秀な選手多いんだよ、うん、スカウトが優秀なのかどうかわからないけども、だけど例えば内山をね、はい、ライトにキャッチャーの持っていくぐらいやっぱ選手っていうのがちょっといないんだよね、はい、だからヤクルトはちょっとオフにはあるかもなんだけど、うん、シーズン中にはないから。出せる選手がいないからトレードできないっていうことになるんですか、うん、もちろん欲しいは欲しいですか。いや、そりゃ欲しいよ。そうです、ね、欲しいけど変えられる選手がいない。でもあそこは例えば内山だったり古賀だったり松本って中村に次ぐキャッチャーっていうのは、はい、どの球団も欲しいと思う、まあ、キャッチャーだからそういう話はね、うん、来てるのは来てると思う、はい、ただいやこれとは変えられないとかさ、うん、やっぱキャッチャーって、ね、なかなか出せないしな。そうですね。ただもし欲しいんだとすれば、まあ、出せる選手いないのは分かっている上で欲しいとするとどこを補強してどのポジションを埋めたい。ヤクルト、はい、例えばセカンド今山田哲人選手がいないので、いやサブでいいんだよね、うん、でもサブでは優秀な人間がいいんだよ。でも順位が上がっていかないっていうのはこれはやっぱもう山田、村上これを打たないからだよ。ですよね。あと塩見選手がいないとかね。だからまあここら辺の責任っていうのは大きいとは思うけど、うん、でもそこら辺が打てば上位に来るよ。だそこ待ちっていうことなんですね。そこ待ちだよ。あ、並木なんか頑張ってるよ。まあ頑張ってますよね。早いなあし、もう長岡が出たら喜んじゃってもうファンみたいにもうベンチからもう目を皿のようにして並木の足を注目してるけど、はい、早いわ。早いですね。磯畑も早いけど並木も早いな。いましたね。あそうか。じゃあヤクルトはなさそう。ヤクルトは俺は動いてもいいとは思ってるんだろうけど動けないと思うよ、なかなかね、うん、出す人材がいない、うん、で西武もそうだよ、はい、ピッチャー野手ともにやっぱ足りないよね。足りないです、うん、だから来て打てる人間は出さないよね、まあ、他の球団が。相手もそうですよね。ただ西武は欲しいとするとどこのポジションの選手が欲しいですか。まあ、三塁手も欲しいよね、はい、でまあ、一塁手も欲しい、はい、外野も欲しいよね打てればね、はい、うん、そうだな。で、まあ、古賀とかキャッチャー頑張ってるけどちょっともう少し年季の入ったキャッチャーも欲しいかも、はい。あ、いわゆるベテランというか。そう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 、うん、いやだからそこら辺はやっぱなかなか出せないよ。そうですね、うん、そっか。となるとあとは動いてないのは、はい、DeNA はもういらないですよね。補強したいとは特にトレードで。いやー、言ってくれたら助かる。言ってくれたら助かる。まあ例えばソフトバンクのリチャード、はい、宮崎が少しやっぱり休んで使う、ずっと使っててまた休ませる、こういうローテーションでいければ宮崎っていうのは多分いいと思うんだけど、出ずっぱりでやっぱこれから残り半分を戦うっていうのはなかなかこう状態的には厳しいと思うんだよね、体的にも。でリチャード欲しいですね。欲しいよな。欲しいです。横浜スタジアだったら何本打つんだろうかなみたいな。確かにそうですよね。だからまあそういうことも考えてもいいよね。だからリチャードを取るんだったら、まあ、誰かを出す。
それそうですね。ソフトバンクも結構いるからね。まあいますね、ソフトバンクは。ただね、ソフトバンクは今宮がやっぱり休みがちなんだよね、はい、まあ、二遊間できる人間、はい、これができる人間を出せるんだったらリチャードくれるかもかな。え、 DeNA だったら例えば、まあ、大和選手は出さないんですか。まあ、山本がいるし、はい、京田がいるし、柴田がいるし、選手森がいるし、はい、まあ、ショートが結構ダブついてるんだよ、はい、あ、じゃあそことでセカンドは牧一本でいけるからさ、はい、大和なんか出したら面白いかもな。うわー、でもその大和の商品価値っていうのはやっぱ勝負強さなんだ、はい、でやっぱ守備もうまいしさ、うん、でも大和はなんか DeNA が出さないよな、多分。なんかそんな気がしますね。やっぱりいてくれなきゃ困る選手だからな。いや、そうです、ここぞという時に打ってくれるっていうのもあるし、本当にしぶといからね。そうですよね、あんないる時のね、バッティングとかもそうですし、はい、でも阪神は、まあ、以前の動画でも、ね、まあ、ちょっと出してるので、はい、まあね、近本選手はこういう状況なので、まあ、ワンチャントレードがあるかもしれない、うん、はい、広島ってなかなかあんまり、やっぱね、体質なんだよね、球団の、はい、何もかも自前で回すでしょ、うん、自分のところで。コーチもそうじゃん、はい、あんまり外から行かないじゃない、うん、もう自前でやったところでぐる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 回してるだけだから、うん、新しい地っていうのは欲しいけどね、欲しいけど、じゃあどこにいるよって、いらない、どこがいるよって言ったらまあそんなにいらないんだよね、うん、いらない、レフトぐらい、レフトか、ああ、いらないか、うん、まあ、西川と野間と秋山いるもんね、外野は。そうです、そうです。で、あの末金選手も育ってきてるし、って考えると、どうかも。まあ、ピッチャーが欲しいな。いわゆる先発できるようなピッチャーですか。先発はね、そこそこ揃ってんだよ。あ、だから中継ぎでいいからくれって言ったら、はい、広島が動いた場合は簡単に補強できるかもな。へぇー。いいじゃないか。いや、簡単。いや、先発はいるんだよ。で野村も良くなってきてるしさ、ね、先発陣、まあ、大瀬良がいて床田がいてみたいな、はい、野村がいて森下がいてで栗がいて、はい、いや先発はいいんだよ。だから中継ぎ、うん、ここら辺でもう1枚2枚いてくれたら本当優勝のチャンスが出てくるから、うん、いや今でもあるけどね、はい、今でもあるけど、ピッチャーを取れるだったら誰を出すか。その選手は出さないですよね。小園は上がってきて、いきなりホームラン打ってるからね。やっぱ能力は高いんだよ。はい、もう行けみたいな、小園みたいな、そんな感じなんだけど、うん、小園はやっぱり将来的に広島を背負っていかなきゃいけない選手だから、はい、多分ないで、うん、ない。で、田中康介もな、なさそうな感じ。いや、それはない。これはなぜかというと、やっぱ菊池とのコンビネーションだとか、はい、あそこは落ち着くな、やっぱり。あの理由感、そうですね。見てると。はい、うん、で上本、はい、これもやっぱりしぶとくていいしな、なかなか出すってなると選手、いやでもね、各球団から見ると、はい、あの選手出したらこっち出すけどなっていう、多分ね、トレード候補の牧場みたいな感じカープですか。カープだ。いや本当にいい選手が多いもん。そっか、足がやっぱ使えて動ける選手が多い。さすが広島野球と言われる。なんかそういった選手たちが多いから、うん、その気になったらいい中継ぎ取れるんじゃないかと思う。以前巨人からね、トレ投手も取ってますし、いい中継ぎどっかから。だから西武なんかはピッチャーはすごくいいんだよね、うん、今年まあ成績自体はそんなに上がってはないけど、うん、中継ぎは取れるかも。西武、カープ、あー昔からね、ちょっとパイプあるんだよ。え、そうなんですか。うん、小林誠司っていうのが広島から来てみたいな、うん、俺の1個上の先輩なんだよ、まあ、そういうトレードもあったし、まあ、キャッチャーの磯村、はい、あ、これをだからキャッチャーが欲しいでしょみたいな、いやうちは1番ですよみたいな言われるから、じゃあ野間もくださいみたいな言われる可能性がある。可能性がある。そっか、そっか。そしたらもう中継ぎできる1枚いいのくれるかも。西武からキャッチャーと野間一番バッターで使ってくれるんだったら出しますよって言ったら、うん、じゃあもう中継ぎでしっかり抑えられる誰かをあげますよって。可能性はなくはない。西武広島でもな、新井監督がな、はい、言っちゃってるからな、家族だって。まあそうですね、でも家族でもね、時に昔口べらしって知ってるか。何ですか口べらし。いや、こう食べる
人間をこう出しちゃうんで、はい、でっち暴行とか、うん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 、口減らしだなみたいな、うん、食費取られるしだからまあそう家族って言ってることがさ、まあ勝負だからそうでもないかもわかんないけど、動きにくさを作ってると嫌だよな。そうですね、そっかそっか。あと楽天もトレードしてないんですよね、今シーズン。トレードできるだけのそのモチベーションがあるからよ。トレードによってちょっとチームに勢いをつけるとか、ないところここを補えたからこいつがこのぐらいやってきたら順位が上がるとか、まあそういうことなんだよね。トレードって楽天にそのモチベーションがあるかどうかだよ。例えばこのままだったら石井監督の身体はどうなるのかとかさ、はい、そしたらあんまり動かしたくないよね、石井監督も、うん、で選手の立場になってくると、こんなんでトレードやってこんな補強してまだ上行くつもりなのみたいな、はい、まあ、つもりじゃないと困るんだけど、ね、いやそうですよ、上に行かないとっていうのは行かないといけないんだけど、はい、だけど選手もまあ考えるんだよ、ね、だから石井監督ってああ見えてあったかい監督だから、うん、今年の場合は動けないなって腹くくってるかもわからないしね。そうですね、うん、そっか。でやっぱり言われるのが巨人。誰らが巨人言われるのが森富士が巨人でしょやっぱり言われるのが俺は坂本おじさん。坂本おじさん、そうそうそう、で巨人なんですかね。まああのやっぱり、まあ、石川慎吾選手出ました。ああとなるとやっぱり松原選手。松原な、はい、大人気だろうね。いろんな球団からお話は来てるんではないかと。ただ、ね、はい、あの話は出しはあると思う。ただ折り合いがつかないっていう風に破談になってるだけで、はい、それの人間を出しにしてる球団があるんだったら、うん、それは成立するよね。そうですよね。じゃあ仮に松原選手出すとなるとやっぱ巨人的にやっぱりピッチャー補強、まあそこですよね。野手はいっぱいいるので、こういうことやってほしいんだよね。こう戦略的にさ、はい、岡田監督がオリックスに連絡する、うん、松原とこれを変えてくれと、うん、オリックスと巨人で、はい、ね、うん、で取った時に、うん、じゃあ俺はこれと松原をトレードするから変えてくれっていう三者トレードですね。そうそう、はい、はい、まあ、こういう戦略的なことが生まれてくるともっと面白くなるけどね。そうですね、うん、いわゆるその直に巨人と、まあ、同一リーグだからできないけど一つ挟んで、はあ、そういうやり方もあるっていう。まあそうだな、まあ怪我は治ってくるからね、近本がね、うん、治ってきたらまた控えになるんだろうけど、控えとしても使えるからね、うん、松原は、うんうん、経験も豊富だし。そうですよね。あとは小林選手、我らが小林じゃないよ。え、なんか盛り上げ役になっちゃったそうなんですよ、ずっとベンチで8回9回ほんと出なくなったね。どういうことなんですかこれ。いやそれはもうね、はい、やっぱ救世主となるには西武だよ、はい、西武、うん、西武にトレードしてもらったら正捕手として出れるよ、うん、お、出すということは。いやだから小林1億円だからですよね、うん、今言われてるのが佐々木朗希投手が8000万円、小林選手が1億円って言われていて、キャリアが違うね。ちょっとキャリアずっとベンチで、うん、まあまあそりゃそうだけどやっぱ1億円の価値があるんだよ、ベンチに座らせてるだけの安心感が。でもいいですね、安心感でやっぱ1億円っていうのは羨ましいですよね。いやだから、まあ、例えば中継ぎが本当にあの巨人がね、はい、まだ欲しいっていうんだったら、うん、西武と仕掛けても面白い、ね、うん、面白い、面白いです。いやもう小林選手出してこれをくれって言ったら、うん、そうそうたるメンバーくれると思う。あ、西武から、うん、やっぱキャッチャーも補強、西武は大事だからね、はい、だから成立する可能性もある、うん、ただ年俸下げてもらえないですか、そう、ね、みたいな言うかもわからんけど、ね、それはありますね。で小林選手もやっぱりもちろん、ね、試合には出たいはずなので。どうなのかな出たいよね、そりゃね。どうなんですか、それ選手として。いやだからさ、はい、こう慣れみたいなのがあってさ、はい、いや俺控えでいいよって思っちゃう時あるもんね。あるんですかやっぱり。いやオールスターの時とか。あ、オールスターの時。いや先輩もう代打1回でいいですよ、うん、守りぐらい1回でいいしマスクただ通常のシーズンで考えると出ないと給料動かないしな、普通であれば、うん、はい、ただやっぱ長期契約してるから動かないんだよそこだけは。そうなんですよ。いつも試合で見かけるのはベンチでやっぱ声を出してる。そうだ、ね、あと笑顔、まあ、ただ、うん、言えば大城がやっぱこう安心感を持ってできるっていうのは小林誠司がいてくれるからっていうこともあるよね。
そこは岸田選手ではなくて、いやそりゃそうだよ、まだまだ岸田サヨナラホームランを打ったって、はい、キャッチャーとしては小林選手の方が上だよ、バッティングはこう岸田の方が上かもわからない。そうですね、そうだよ。で下からは山瀬慎之介捕手もね、ああ今後出てきますし、でもやっぱりその今でも巨人の中ではキャッチャー守りだけって考えたらやっぱ小林選手だ。もっとねイケメンを見たいんですけどね、まあまあ、マスクかぶっちゃうから、いやだからベンチの方がいいじゃん、抜かれた方がマスクしてないから。確かにそうですね、確かにそうですけれどもね、はい、いやもうねトレード期限まで3週間弱というところで、なんか最後にこうバーンとしたのが来そうな気がするけどな、大きいのが、はい。